現在、ネット上のニュースなどから、歌舞伎町漫字会、総会長で代表、ハウル氏のニュース記事が多くあります。代表であるハウル氏は、16歳の未成年者と肉体関係を持ってしまった。それにより、逮捕された、との内容です。ボランティア活動をしている、事前事業の団体、東横界隈、歌舞伎町漫字会、一体、何が起きてしまったのか、以下、 記事を読んでいきます。ハウル氏は、昨年12月と、今年の3月、東横に出入りしていた都内の少女16歳を自宅に呼び出した。そして、みだらな行為をした疑惑での逮捕である、子供たちを守る活動をしている、と、少女を満次会に誘い入れたのだという。しかし、関係を持った後、警察に補導された時は、21歳だと答えてほしい。 と告げていたのだという、子供を守るための組織、歌舞伎町漫字会。家出をして、行き場をなくした少女を漫会に誘った。一人で歌舞伎町で孤立している家出少女は、狙われてしまうし、危険である。少女の母親は容疑者に対して、自分の娘は16歳、娘とは関わらないでほしい、と、再三にわたって警告していたのだという。 ハオル容疑者は、彼女のことは知っているが、19歳と聞いていた、と、容疑を否認している、と、青少年健全育成条例違反容疑で、逮捕された。昨年12月29日と今年3月21日、漫字会の活動で知り合った都内の少女16人、新宿区の自宅マンションで、みだらな行為をした疑いである、記事などより抜粋。 少女の母親は容疑者に対して自分の娘は16歳、娘とは関わらないでほしいと、歳三にわたって警告していたとありますので、少女からも母親からも少女の年齢は16歳だと聞いていたようですね。以下、ハウル容疑者の過去のコメントより20歳を超えた変なロリコン気色悪いのがいたんですよ。 売春を幼い子供にさせたり、そういう奴らは追い出して、現時点ではそういう奴らを入れないようにしてる。ただ孤独にさせる、隔離させるのではなく、心がホッとできて平和に、親から逃げてきてもいられる場所、普通にホッとできる場所を作ることが一番いいかなって、子供たちを守りたい。ハウル氏は、ツイッターで、少女らを犯罪から守ると、語っていた。 しかし、昨年11月以降、都内の少女を20回以上、自宅に誘い出していたという、家出していた少女を保護した時に事件が発覚した。少女が朝帰りと外泊を繰り返していた。母親が2021年11月、警察に相談した。母親は東横に行って、直接、23時以降に15歳、16歳の子供をいさせるなんておかしい。 関わらないでほしい、と、ハウル氏に何度も警告していた。少女の母親は警察に、今後、同じような悲願に遭う子が出ないよう、厳しく処罰してほしい、と話している。少女が容疑者の誘いを断れなかった理由は、家には帰りたくない。でも、断ったら満次会から追い出されると思った、と、話しているのだという、少女はハウル氏に、 お金は後で返すと言われ、生活用品など全部で10万円くらい買わされた。容疑者に腕時計を勝手に売られた。晩次会から追い出されることだけが怖くて、少女が関係を断れなかったのなら、切ない気持ちになりますね。多くの人たちが応援、支援していたボランティア団体。ここから、本当なのかと疑問に感じてしまうような、 ニュース記事が続きます。さらに、ニュースによると、容疑者を知る人物の話より、食べ物を配る際に、グループ LINE を作るからと連絡先を交換していた。気に入ったら、話をして、スタンプを送り、誘ってから会うという手口。実際、女の子で聞いたことはある、ハウルに誘われて襲われた、という、焚き出しに参加した人、お金をすぐ取ろうとするんですよ。 何事にも、炊き出し2回目からはお金取るよみたいな、お金ない子に食事を配っているのに、結局自分がお金ないからでしょって思いますよね。容疑者を知る人の証言、自分より立場が下だと思った子に対しては、怒るといきなり手が出る人、いきなり突き飛ばしたり、腕ひねり上げたりとか、財布を取られてお金を抜かれたり、人の物を取って売ったりとか、 被害者は数えきれないくらいいるんじゃないですかトー横の若者によると、人は少ないけど、解放感が出たって感じです。ハウルさんは、人に暴力振るう人なので、みんなそれ見て怖がっていましたね。歌舞伎町漫字会とは、約160人ぐらいいて、LINE グループにステージみたいなのがある。ステージ1、ステージ2、約1年前に結成された。 容疑者を総長として、10人以上の幹部がいると言います。LINE グループには、歌舞伎町漫字会、幹部会の文字が、幹部男性によると、悪い大人から子供を守る、という手にしていたけど、現に今回こうじゃないですか今まで自分が否定していることは自分でやって、何やってんの、こいつ、という気持ちです。東夜子に出入りする少年によると、 未成年に手を出したら、もう広昼間来れなくするからって、ハウルに言われたって声は何度か聞いたことあります。ある意味すごいなと思った。それだけ周りに言っておきながら、恥ずかしくないのかなと。昨年11月に歌舞伎町のビオ屋上で、万次会のメンバーだった氏家明さんが暴行を受けて死亡した際、容疑者は、氏家さんは子供たちを守ろうとしていた。 と悲しんでいた。東横キッズは居場所のない子供ばかりで、悪い子はいないし、事件を起こしたのはもともと東横にいた子供じゃない。変な奴らに絡まれないように、俺たちが見守っている。将来、俺は児童養護施設を作るのが夢なんです。と語っていた。金沢の実家で10代女性乱暴新潟の25歳男逮捕金沢西署は14日。 強姦の疑いで、新潟市中央区三崎町、自称システムエンジニア、小川宮部宮容疑者25を逮捕した。同署によると、容疑を認めている。逮捕容疑は昨年11月7日、当時小川容疑者が住んでいた金沢市の実家で、石川県の10代女性を乱暴したとしている。金沢西署によると、二人はインターネットの交流サイトで連絡を取り合い、 この日が初対面だった。翌8日に女性が母親と同署に相談した。しかし、これはハニートラップの疑いがあり、不起訴になっているようです。容疑者のツイッターより、おす、私や子供たちが3ヶ月近く取材を受けていた NHK の黒ゲの番組が、2022年の放送品評会のギャラクシー賞に選ばれました。ギャラクシー賞は水曜日のダウンタウンと、 大手の番組が受賞するような賞らしいです。NHK 広報局は、取材過程で犯罪が疑われるような情報には接していませんでしたが、番組で取り上げた人物が、逮捕されたことは遺憾ですとコメント。NHK のクラウズアップ現代プラス家出少女らの相談に乗る存在として取り上げたられていた。現在、NHK は番組ホームページから削除した。 ハウル氏の情報に関して、すべての情報ニュース記事は、確実に正確なものか、本人が発言できませんので、わかりません。新宿区公認のボランティア団体、代表であったため、罪状が重くなる可能性もあるようです。ボランティア団体としての活動、その活動内容に関して、皆で協力し合い、確かに行われていた。 そう聞いています。真剣にボランティアに参加していた人たちは、がっかりしていることと思います。他人のために無償で行動をするのは、とても難しいことと感じます。ですので、他人のために行える善意ある行動に、感動します。本当の善意ある人たちの行動も確かにあった。それは、間違いのない真実で救われた人もいた。 そう、感じました。